札幌ドームに全くアーティストが現れない模様。札幌ドーム音楽イベント。11月なし。12月なし。1月なし。2月と確認。3月23日キングな。4月なし。このような形となっております。マジかやばいな。意味のないドームだよ。客入らない。機材搬入大変。東京にいる奴がわざわざ札幌でやる理由があまりない。そもそも4万もいらん。2万でいい。新モードがありますよ。切り札の新モードがあるだろう。札幌ドーム埋められないようなミュージシャンに使われてもなんかね、これ埋められんのじゃにくらいやろ。そもそも1万や2万ならもともとそれくらいのキャパの箱札幌にあるんじゃないの知らんけど。わざわざ天幕下ろしてまでドーム使いたいとはならんよな。音の響きもまるで違うだろうし、地元の客で埋まるくらいの売れっ子ならいいけど遠征勢は相当辛い。先日の新駅の説明会で最大の受益者日ハムが微対金を払う気がないことが分かって参加者の北広島市民がブチ切れてたなう。北広島も意外と大変なのか。地元人気球団、なぜか露骨に札幌ドームを避ける。札幌駅の近くにあるんじゃなかったっけ。嵐かサザンくらいやろ埋められるのは。でも札幌ドームには下水道店があるから。なんか変だな。北海道なんやからグレーあたりが使ったれ。ところでクイーンってフレディ・マーキュリーいなくても成り立つんか。マジで存在価値が微妙になってんな。天下り先守りたいだけなのにフンみたいな言い訳してるのやめてほしいわ。僻地でもペイペイドームはしょっちゅうやるイメージ。スノーマンでさえ札幌ドーム避けてるからどこも無理ちゃうか。札幌ドームは先約いっぱいなんよ。さあ、果たして2024年5月以降はきっとたくさんイベントありますよね。さて、皆さんこの由々しき状況どう思いますか。札幌ドームでコンサートをやってもらう方法もぜひ皆さんコメント欄で教えていただけると嬉しく思います。ご視聴どうもありがとうございました。